DVD をご覧の皆様、三島由依でございます。劇団アンドロジニーのボーカルをしております。劇団アンドロジニーは2014年結成、地球の輪廻と平行世界をテーマに様々なサウンドでアプローチするポップスバンド。アコースティック、エレキ、打ち込み、それぞれのサウンドを展開しつつ一つに融合する G アンドロジニープロジェクトスタイルを2019年よりスタート。スチーム関係によしつに、それぞれの歯車が一つになるとき、時空を超えた歴史と神話のメッセージが影絵となる、そんなバンドでございます。本日はロックンローラー占い師金福尺さんをお招きします。イエーイ。なぜかね。金六尺さんは、はい、渋谷ガビガビという、ね、ライブバーで、出会ったんですけれども、もしよろしければ自己紹介をちょっと簡単にお願いします。まあ、今日ゲスト出演させていただきます金六尺です。まあ、先ほど言った、まあ、ロックンロール占い師ね、まあ、そういうのやってるんですけど、まあ、ロックが好きってことで、まあ、ギター弾いてライブやりながらで占い師をやってます。なんかちょっと聞いた感じね、あんまりこうね、はい、いかにもって感じのルックスだと思う。あんまり世間に公表できるような石じゃないんですけどね、下北沢でね、ゴールドフランキンってね、ちょっと一応ね、ブースを出してるんですよ。はい、占いの館ですね。そうそう、はい、うん、で、そこで個人鑑定とかね、そういうのをやってるんでね、もしよろしければ下北沢金六尺ってググってくれれば出てきますので、まあちょっとね、時短制限だっけ、それがなくなるまではね、10時半頃までやってるんで、はい、なんかあったらね、いつでも来てくれれば、ほんと些細なことでもね、見るでしょうね。うん、そんなこともね、相談乗りますので、あとライブとかもやってるんでね、これもほんとホームページかなんかの本でね、ちょっとアップしますのでね、それで見ていただければ。ぜひぜひ、金六尺さんで、ググってください。そうですね、はい、よろしくお願いします。ググりやすいでしょ、もう金色のクジャクでググっちゃう。いや、最初読み方分からなくて、私金色クジャクさんって読んでた。ああ、その水亀座の人ってそうなんで、なんかこうね、やっぱこうやたらとこうね、かっこよく決めちゃう。読み方ややこしくしてた。水亀座の人って意外とそう、いや、そんなかっこよくなくていいからって普通に読んでいいからって。そう、普通でいいからみたいな、ちょっとずれてるね。まあ、いい意味でね、水亀座ずれるよね。ちなみにクジャクさんの、主にやってる占いのジャンルっていうのはタロットと占星術。そう、占星術っていうかね、そう、そうです。ですよね、はい。占星術の起源って何なんでしょうね。まあ、それ言ったら多分もう一冊の本になるぐらいあるんですけど、ほら、アルキメデスとかその時代から多分あると思うんですよ。紀元前の古代ギリシャから。そうそう。で、まあ、天文学から発祥したやつだから、はいはい、多分天文学より後だと思うんですよね。天文学から派生したジャンル。そうそうそう。なんですね。だから、まあ、なんていうんですかね。いつって言われちゃちょっとわかんないけど、まあ、大体そんなような感じっていう感じなんですね。だからほら、昔の人は星の配置でこうね、オーストラリアに寝転んで、壮大なあれに寝転んで見てたんじゃないですかね、本当。本当そうらしいですよ。惑星がここにあって、こっちあった、そういう時この事件が起きやすいとか、本当にそれみたいです。っていうことは、その星の並びのパターンで、こういうまあ、ことからが起きやすいとか、そうそうそう、まあ、なんか満潮になったら生き物がこうなりやすいとか、そういうような感じの予測を立てるっていうね、ジャンルなんですね。本当にそうだったみたいですよ。うん、その時間生きてないからね、分かんないけどね。ちなみに2020年の、まあ、コロナ大流行したじゃないですか。もう二人してこんなにもうね、顔隠しちゃってますけど、その時ってどういう感じで出てたんですか。何かちょっとね、これ冥王星っていうのが一番外惑星、はい、まず冥王星って星がほら、天文学上今なくなったとか、なくならないとかって議論があったんだけど、地球の惑星、地球じゃない、地球外とか、そう、星として見ていいのか悪いのかっていう、星じゃないんですか、うん、だからそういうのがね、2019年ぐらいから議論してて、2020年になんか星として認識しなかったらしいんですよ。ちょっと待って、冥王星ってウラヌスでしたっけ。ウラノスは天王星、天王星、プルト、プルートだ、プルート、うん、でね、それは白昼って、ただその星っていうのがものすごい、今度なんだっけな、ヤギ座、そう、ヤギ座に入ったんですよ。ちょうどヤギ座に入った瞬間なんだけど、なんか一つの惑星が次の星座に行くってことは必ず今まで
ちょっとシャレにならないことが起きるんですよ。はいはい。何か起きるからっていうのは予測はあって、何かちょっと起きちゃうんじゃないって、うん、あの人々がもうどうしようもない、冥王星ってもう人間のせいじゃどうしようもないから、個人の努力じゃどうしようもないことだから、はいはい、それが大きいんじゃないかなとは。個人の努力じゃどうしようもなかったですね。なかったでしょ、うん、シャレにならないですね。ちなみに前回のその星の並びの時は何があったとか、そういうのって分かります？前回っていうのは同じ並びが起きた時、同じ並びっていうのなかなかないんだ。なかなかないと思う、うん、ただちょっとこれね、自分のブログにもあるんですけど、うん、あの1945年の、うん、あの9月、これ終戦なんですけど、はい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 、うん、もうやっぱり今までの日本の体制っていうのができなくなって新しい憲法できたじゃない、はい、うん、それと同じですよね。あ、同じような感じ、同じ感じ。じゃあ政治丸ごと変わるかもしれない。そう、政治丸ごと変わるって、そう、確かにね、法改正とかね、うん、ちょこちょこありますけど、そう、だから日本国憲法も武士の時代じゃないみたいな、うん、うん、うん、なるほど。じゃあもういろんな、もう混ぜ混ぜごちゃごちゃな感じな感じですね。そうですね、まあ、うんうん、どうなるかわからないかなっていうか、うん、なるほど。ちなみに、うん、2021年、うん、コロナに強い、まあ、逆境だったりとか高熱な環境に強い星座トップ3をちょっと教えていただければ。トップ3ね、はい、うん、これあれかな、まず先生学って、うん、よくこれ四柱推命で日の目馬とか言うじゃないですか、はいはい、うん、獅子座なんですよ。まず強いの獅子、獅子座が一番強いんだ。これが中心に作られてるんだね、先生学は、うんうん、で起源をたどればもうキリがないんだけど、うん、とりあえずよくほら日の目馬が強いとか、はいはい、うん、で豪土星が強いとかいいじゃないですか、はい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 、で虎年がすごいとか、うん、先生学は獅子座が一番強いんですよ。7月から8月、8月、うん、7月後半から8月であるかな、う、うんうん、うんうん、はい、で、まあ、コロナに強いっていうことよりも何があっても動じないって感じ、ドーンと構えてる、ドーンと構えてる感じだね。公務員さんとかに多い感じですかね、今だと。まあ公務員さんもそうなんだけどね、うん、あと完全に自分のスタイルを確立して昔からの定番として、うん、確立してる人だよね。あ、お菓子カンパニー的な感じですかね。そう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 、うん、チキンラーメンとかね。あ、そうそうそう、うん、昔からあるねみたいな、ね、だから大手でもほら時短要請って、うん、なんつうの、お、別に自分たちなんて要請したところで潰れねえから構わないよしちゃおうみたいな、うん、それがまあ獅子なんだよね、確立しちゃってんのね、うん、はいはい、うん、あとね、うん、2がね、これがいた水がね、お、私じゃないですか、うん、水がねってね、なんで強いかっつったらさ、感情が全部ね、その場のね状態で来るの。例えばさ、うん、世の中にほら出てるもんってあるじゃない、それを素直にいいと認めるんですよ。あ、はいはいはい、だから嫌いだからダメとかさ、うん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 、で上に来てるからなんかすごいとか感情的なもんじゃなくて、うん、とりあえず今出てるもんに対して素直に、うん、まあ、今これが出てるからじゃあこれをやろうってすぐ乗る星座なんですよ、うんうんうん、うん、まあとりあえずこれ今これ流行ってるよね、かわいいよね、そうそうそう、この色似合わないけどね、まあ見てるからいいが見れるからいいやみたいな、そんな感じ。そうで、ただそこに好き嫌いがあるかったらそれ別、じゃあそれが好きなのって言ったら、はいはい、いや別に好きじゃないんだけどこれ着てれば間違いないでしょって素直にいい方を取る星座、はいはいはい、はい、うん、だそれ強いよね、うん、うん、なるほど。ユニクロっていうアイテムを最近覚えました。あ、そうだから必然的に座って、なんていうのかな、やっぱり水がめで強いんだよね本当に、うん、うん、もう間違いないって言ってんですよ、うん、うん、そうです、間違いないは間違いないですもんね。チキンラーメンとかまだ言ってるしでもそ、うん、チキンラーメンは残ってる、うん、ね、うん、そうね、そっかそっか。ちなみに、うん、まあ、今年コロナに強い星座は獅子座が1位で、2位が水瓶座、あとね、うん、3位がなんだけど、これ結構2ついるんですけど、双子と天秤、やっぱ風の時代だから、うんうん、やっぱ太っ軽いでしょ、はいはい、2つの星座だから、すんなりやばいものは手出さない、あ、うん、で、防御に向いてる感じ、そう、それで流行ってるものに、あ、じゃあ今これやるからやりましょうって、その辺の転換がすごい早いんですよ、はいはい、でもそっか、うん、展開、防御が上手くて切り返しが上手いってことなんですね。そうですね、うん、水亀座いいねって認めるだけじゃん、8次兵って別にいいよみたいな、そんな感じ、
あ、そう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 。いや、よくないよ。うん、だけどほら、自分の感情が満たされたかったら、それまた別だからさ。うん。だから強い星座でしょ、この感じ。強いのね。どう、まあ、ギリギリ生きれてよかった。そうそうそう、うん。そうですよ。そうですね。そっか。クラフさんは、お羊座ですよね。そうそうそう。ちなみに何位ぐらいだったんですか？お羊座ね、何位って言われても、まあ中間ぐらいじゃないですか。中間ぐらい。うん、羊座ってやっぱ欲望が満たされないとさ、うんうん、やりたがっちゃうからね。なるほどね、うん、いや、みんなこうだけど俺はやるぞっつうか、うん、でもそれちょっと今回やばいでしょ。まあね、うん、あんまりやめた方がいいなマスク取ろうとかね、うんうん、さっきね、ちょっとどうしようかと思って、うん、この時代だからはめますかって水瓶座の意見に従ったんですけど、やめた方がいいよ。わかんないわかんない、私は別にマスクあってもなくてもいい。Tokyo Borderless TV